今日は若松にある株式会社アステックイリーに来ました。こちらが旧工大 OB の砂川さんです。アステック入江で FM 事業部技術スタッフとして働いております砂川明と言います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。当社は特徴的な事業として都市公然事業というのがあります。で、まあ、一般的に都市公然っていうのはいわゆる貴金属などが入った家電製品、携帯とかですね、まとめて都市公然っていうんですけど、私たちはその都市鉱山から金を回収するときに他の会社ではやってないようなことをやっています。他の会社ではですね、こういった基板を金棒に砕いて、その金がいっぱい入ってるような部品、ここには CPU だとか IC チップだとかそういったものを選別していって、まあ、なるべく取れる金が取れるような工程をするんですけど、私たちはこの基板を加熱することでそのハンダを溶かしてもともとの基板と部品に分けて、でその上で金が多い部品少ない部品って分けることで、そのより付加価値を増やすような取り組みをしています。でそうやって回収された金からですね、私たちはその取り組みとしてメダルの作成などを行ってるんですね。この株式会社アステックイリエさんに、はい、その就職を決めた主な理由っていうのを聞かせてもらってもいいでしょうか。はい、そうですね、まあ、主な理由としては、はい、まあ、2つあるんですけど、1つはその先ほど言ったその私がマテリアル工学科だったので、その物質とか金属に関わるような企業を選びたいなと思ってこの会社に入社しました。でもこの会社はその鉄だけじゃなくて、その都市鉱山であったり、その鉄粉を利用したリサイクル事業であったり、さまざまな事業を展開しているので、もし日本で鉄がこれからあまり使えなくなったとしても、いろいろな展開をしている企業の方が安定感があるかなと思って選びました。まあ、もう一つはすごい簡単な理由なんですけど、就職活動中にその、まあ、面談であったりとか面接であったりした時に、その会社の方とすごく話しやすい雰囲気作りをしてくださっていたので、そういった会社の雰囲気に惹かれて、まあ、就職を決めました。就活生の皆さん、就活でいろいろと苦労されることがあると思います。悩むことたくさんあると思います。ですけども、今は精一杯悩んでください。どうしても社会人になると、まあ、時間も限られていて、ものすごくくじけそうになったりすることも僕あると思います。その時支えになるのが、自分が一生懸命選んだ会社だから働くことができるっていう、その、まあ、自分が選んだことへの自信であったり誇りであったり、そういったところが支えになると思います。ですので精一杯今は悩んでいただければなと思います。で、まあ、旧工大の皆さん、まあ、僕も OB なんですけども、まあ、北九州にはいろんなその大きい会社でなくても、その特別な技術を持ったような会社がいっぱいありますので、まあ、遠くの方へ就活ばかりしてもお金をいっぱい使ってしまうと思うので、まあ、ぜひ一旦足元を見て、その自分の周りの企業とも調べていただければと思います。以上です。頑張ってください。